ただいまより林大臣の定例記者会見を始めます。大臣、お願いいたします。はい、私から特にございませんのでお願いいたします。それではご質問のある方は挙手いただき、指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて、社名、氏名に続いてご質問ください。ご質問ございますでしょうか。毎日新聞、竹内さん。毎日新聞、竹内と申します。はい、ウクライナ支援について伺います。アメリカとドイツが戦車の供与を発表しました。ウクライナ側は歓迎し、戦況を変えるような武器の供与を国際社会に求めています。日本としては防衛装備移転三原則から戦車などの供与はできませんが、その中で G7 の一員である日本政府としてどうウクライナを支援していくお考えか教えてください。はい、日本はこれまでウクライナ及び周辺国等に対しまして、約5億ドルの補正予算をはじめ、総額約15億ドルの支援を順次実施をしてきております。本年の G7 議長国としてリーダーシップを発揮しつつ、引き続き G7 をはじめとする国際社会と連携しながら、適切にニーズを把握しつつ、困難に直面するウクライナの人々に寄り添った支援を実施してまいります。その際、カンボジアと協力した、地雷不発弾対策支援等をはじめ、日本がこれまで、培ってきた経験、知見等も活用しながら、日本の顔が見えるウクライナ支援を、効果的に進めていきたいと考えております。朝日新聞、上地さん。朝日新聞の上地です。関連してお伺いします。自民党の外交部会などでは、装備品の供ウクライナ支援について、装備品の供与のあり方についても様々な意見が出されています。年末に改定された国家安全保障戦略では、防衛装備移転の推進が盛り込まれました。防衛装備移転三原則や運用指針などの見直しに向けた今後のスケジュール感や目指す方向性について伺います。はい、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、外務省としてもですね、我が国の平和と安全を確保するために、地域と国際社会の平和と安定に引き続き積極的に貢献する方策を検討していく考えでございます。防衛装備移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更に対して、現状変更を抑止して、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するため等にですね、重要な政策手段となります。防衛装備移転三原則や、その運用指針をはじめとする制度の見直しにかかる検討の具体的な内容やスケジュールについて、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えますが、政府としては今後の調整を丁寧に進めながらですね、しっかりと検討を進めていくということでございます。読売新聞、安倍さん。読売新聞の安倍です。ウクライナ支援についてお尋ねします。先日、G7 外相と、あと、欧州の有志国、国際機関が参加する形でのオンライン会合が開かれたと思いますけれども、この会合の意義や成果に加えてですね、今年は日本が G7 の議長国ではありますけれども、その日米 の、 その両政府の主催、共催という形にした経緯、狙いについてお尋ねします。はい、24日、私とブリンケン米国務長官は、ウクライナのエネルギー分野支援に関する G7 プラス外相会合を共催をいたしました。ウクライナのエネルギー分野への支援につきましては、米国が調整を主導しておりまして、 G7 議長国として米国と協力して本会合を共催することになったところでございます。で、私からはですね、市民生活に直結するエネルギーインフラ、これを意図的に標的としたロシアの攻撃、これ改めて強く非難をした上で、ウクライナの電力不足への緊急対応ということで、約300台の発電機、それから8万3500台のソーラーランタンの供与を順次実施しているということに加えまして、さらなる発電機の供与も検討しているという旨を述べました。
また G7 議長国として、国際社会による電力等の越冬支援を含むウクライナ支援をこれまで以上に、強力に推進していく旨を表明したところでございます。さらにですね、G7 および同志国の外相、また主要な国際機関の代表とともに、喫緊の課題でありますこのエネルギーインフラの維持、復旧について議論いたしまして、各国の取り組みについて情報共有を行ってですね、さらなる越冬支援を含めてウクライナに対して必要な支援、これを実施していくということを確認をいたしました。クレーバー、ウクライナ外相をはじめとする各国外相からは、日本が G7 議長国として本会合を共催をし、ウクライナのエネルギー分野支援に積極的な役割を果たしているということに謝意が表明をされたところでございます。G7 および同志国の外相、また主要な国際機関の代表が結束して、ウクライナのエネルギー分野支援に取り組むことを確認できたということは非常に有意義だったというふうに考えております。共同通信、木梨さん。共同通信の木梨です。ちょっと話題変わるんですけれども、開発協力大綱についてお伺いしました。大臣、11月25日の記者会見で、有識者懇談会の報告書を踏まえてですね、同年内に骨子を発表したいということをおっしゃってましたけれども、その後12月9日に報告書を受け取って以降、これまでですね、骨子発表されていません。それで開発協力大綱の策定プロセスに変化があったのかも含めてですね、現状どういう策定状況にあるか教えてください。はい。現在今年の前半をめどに新たな開発協力大綱を策定するべく、作業中でありまして、いかなるタイミングでですね、骨子を含めていかなる形式で政府の考えを、示すのが適切かについて、政府内で、検討を行っているところでございます。この後日程がございますので、最後の質問させていただきます。 NHK 森田さん。 NHK の森田です。今週通常国会開会しまして、総理は施政方針演説の中で G7 が結束してグローバルサウスへの関与を強めていくという方針を表明されました。5月には広島サミットもありますけれども、こうした機会を通じてどういった分野手法でグローバルサウスへの関与を強めていこうとお考えか、また改めてこうした地域との連携の重要性についてお聞かせください。はい。近年グローバルサウスと呼ばれる新興国、途上国の存在感、これが経済的政治的にも増しております。また昨年のロシアによるウクライナ侵略は、エネルギーや食料をはじめとするさまざまな面でグローバルサウスを含む世界の人々の暮らしに大きな影響を与えております。こうした中で開催される G7 広島サミットではですね、エネルギー、食料安全保障を含む世界経済、また気候変動、保健、開発といった地球規模の課題への G7 による対応について議論を行う考えでございます。これらの諸課題への積極的な貢献を通じてグローバルサウスへの関与の強化、これを進めるべくですね、 G7 で連携して対応してまいりたいと考えております。それでは会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。